はい、お疲れ様です。和尚です。今日はですね、久しぶりのワコーズ商品紹介シリーズなんですが、重要なね、これをね紹介してなかったんでご紹介します。これはですね、エンジンパワーシールドというやつで、まあ昔から使ってるものでちょっとね進化したんですけれども、まあほぼほぼ昔から使ってるものと同じですね。でエンジンオイルに混ぜて入れるので、エンジンのオイル交換をした時に、まあオイル交換をしたジョッキにですね、エンジンの中に直接入れないでください。これちょっと注意ですね。直接入れるところちょっとゼリー状なので、ゼリー状とは言わないな、ゼリー状っぽいこうちょっとドローンとした感じなので、オイルに混ぜてよく棒でかき混ぜて一緒に入れてください。そうしないとね、シリンダーヘッドのね、カムのちょっとこう受け皿に溜まっちゃいやすいので、あまり溜まってるともったいないのでね、全体に行き渡った方がもちろんいいので、で、これはですね、フラッシングとかと混ぜるのはあんまり良くないです。ただ、フォアベイクルと混ぜるのは OK です。全然問題ないです。気をつけていただきたいのは、これオイル交換する前に入れてどうこうではなくて、新しいオイルに必ず入れてくださいね。古いオイルに入れて短い間で交換してしまうとちょっともったいないので、新しいオイルの時に必ず入れてください。で、どういうものかっていうとですね、ここに書いてあるんですけど、オイル漏れ防止、オイル漏れ止めではないです。オイル漏れ防止なので、防止ですね。まああとはオイル上がりオイル下がりを防止するものなんですけれども、これが一番効果を発揮するのはオイル下がりだと私は思ってます。なのでオイル下がりの車はもうこれでほぼ止まります。もうね、すごいのは一回止まるとね、二度と入れなくてもいいんじゃないかなっていうぐらい結構いいですね。オイル下がり専用剤として私は認識してるぐらいすごい。でですね、ヘッドのカバーのパッキンとかグロメットとかから漏れてるものに関してはちょっとそんなに効果はないかなっていう気がしますね。なんでかっていうと、結局外側から空気に触れてる面積が、ある程度あるので、そういったね、外から、劣化しちゃうような部分のパッキンには弱いんですよ。ただオイル下がりって、どういうものかっていうと、信号待ちしてアイドリングの状態で発進の時にアクセルを踏んだ時だけ白煙がボワッと出るようなのがオイル下がりなんですね。普段走ってる時にアクセル踏んでる時にオイルがどんどん出て白い煙が出てる車っていうのは、ターボ車であればターボが行ってしまってる可能性もありますし、オイル上がりでも結構ひどいオイル上がりかなと思うんですけど、それだとねちょっと効果はやっぱり薄いですね。でこれ、オイル下がりにすごく有効だっていうのは、オイル下がりの原因がですね、バルブのところにオイルが入り込まないようにステムシールというのがあるんですけども、そのステムシールを復活させる効果が非常に強いです。でそのステムシールって結局ゴムなので劣化するとね、そこから漏れてきちゃうんですけれども、その劣化したものをですね、ゴムをなんていうかな、柔らかくして太らせるという作用があるので、それによってオイル漏れが止まる。で止まったものが次オイル交換するときどうなのかなと思ったら、意外とそれがずっと平気だったりすることがあるので、そういった症状ですね、信号待ちしてて発進の時に白い煙が出て、発進の時だけですね、その後アクセル踏み続けたら煙が出ないっていうのは、オイル下がりの独特のその症状なので、そういった症状はこれで改善できると思います。あとは防止なので、入れておくとね、ちょっとこう古い車なんかは入れておくと何か漏れが起きるのにちょっとね、寿命を延ばすことができるかなと。あとはね、クランクシールとかそういったね、直接オイルの中に使ってないようなシールに関しては本当に保護ですよね。何でもオイル漏れが止まるとかっていうわけではなくって、防止なので予防策として入れておくのがいいかなと思います。で、あともう一つですね、これ途中から加わったものなんですけどもね、ピンク色でちょっと見えないんですけどもね、ここにね、ダイラタント流体っていうのが入ってます。これね、ダイラタント流体って何かっていうと、ゆっくり動いてる時には非常に柔らかいものなので、全然問題なくこう循環してるんですけども、衝撃が加わった瞬間にだけ反発力を生むものなんですね。
何かの映像で見たことあるかなと思うんですけど、片栗粉と水を混ぜたものを水槽に入れてゆっくり足踏みすると足が沈んじゃうんですよね。で、早く足踏みすると止まる、その片栗粉の水の上に立てる、そういう映像見たことある方いるかなと思うんですけども、ちょっとそれがね、ダイラタント流体というものの、まあ現象というのかな、なんですけども、じゃあそれどういうものかっていうと、ダイラタント流体がこう発揮するのはね、メタルの音が出てる時なんかも、それで止まることがあります。ただ症状が重いとね、それはさすがに止まらないですけども、まあ、そういったそのメタルの部分にね、ちょっとこうメタルが減ってきて、オイル、柔らかいオイル入れすぎちゃった人とかはね、よくメタル音出ちゃうんですけども、そういった時にこうダイラタント流体がある程度緩衝材としてなってくれるというメリットがあります。で、まあ、そういったものなんですけども、まあこれがね、必ずしも全て何でもそうなんですけど、全てにおいて万能というわけではないので、まあ、そこら辺がね、これを入れることによって治れば、まあ、エンジンオーバーホールする手間がかか、まあ、お金も手間もかかんなくて済むかなっていうことなので、ちょっとね、入れてみるのはいいかなと思います。はい、まあ、こんな感じの説明なんですが、このエンジン盤を知るとですね、結構、まあ、オイル下がりには私はよく使っているものなんで紹介してみました。はい、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。以上です。 Thank you.